皆さんこんにちは、くるちゃんです。なんと今日この動画から YouTube 再開になります。それで今日はハマリクという点今から向かいたいと思います。今日は天気も良くて、ちょうど点を回るにはちょっと暑そうではありますけど、私も初めて行くところなので楽しいです。そして再開すると言ってはいたものの、なかなか9月中はちょっと動画をアップすることができなくてすみません。でもですね、今月からアップしようかなと、少しずつ、まあ私のペースになるんですけど、アップできればなと思っています。今まではなかなか怪我も、まだ治ってはいなくて、今も少し腰だったり、お尻の尾骨が、まあ痛みがあったりはするんですけども、ちょっとちょっとずつお出かけに行こうということで、まあ 4,5 時間ぐらいお出かけに今は行っています。それでまだ福祉園の方にはやっぱり行くことが難しくて行けてはいないんですけど、まあ年内中に行ければいい方かなとは思いますけど、難しかったりなかなかすると思うので、これからも無理せず行きたいと思います。今日はなんと都民の日で、あまり中とかね、東京都の施設が無料なので、せっかくだから行ってみようと思って、多分お花もね、いろんな花が咲いていると思うので、ちょっと自分もお花を見て癒されるかなと思って場所を決めました。まあただ今日はちょっと都民の日なので混んでそうですけど、ね、天気もいいしということで、また着いたら撮りたいと思います。今お昼を買ってあまり系の中に入りました。結構やっぱり今日は人が多そうです。あ、お花が咲いてます。うん、あ、綺麗。なんだろう、何の花だろう。10月はね、日がコスモス、コスモス、すごいなんか広場にいたくなってる。こんな感じでお花が咲いてます。何の花かわかんないこんな感じで綺麗に咲いてます。お昼はこんな感じでクリームパスタとパンのセットをテイクアウト しました。お昼ご飯食べ終わったので
散策したいと思います。さっきのはやっぱりコスモスだったみたいです。なんかここら辺はまた違う色の、これもコスモスなの、ね、こんな感じで黄色いお花も咲いてます。歩いてたらこんな池のところに来ました。とても綺麗です。こんな感じでなんかいい感じ、お家みたいなのがありました。うろずらんへんの感じで、でもここが潮止めだと思えない感じです。池の近くに来ました。カモも2頭います。何もいないのかと思ったらカモがいました。こっちにもなんか江戸時代風の建物がありました。今からちょっと名残惜しいですけど、お家に帰る時間も近づいてるので、あまり駅を出て駅に向かいます。とっても、お花とか見ながらパスタとかも食べれたし、いろいろあの緑もいっぱいだったので、とても楽しかったし、これでよかったです。次回はまたどこか行くときに撮りたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。バイバーイ。